はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は羽生三冠対藤井四段の第0期獅子王戦の棋譜のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が羽生三冠、後手が藤井四段で藤井システムの出だしとなりました。藤井システムを使っているのが羽生三冠という少し混乱しやすいんですが、羽生三冠が四間飛車ですね。1五歩と端を突き越して6八飛車と振っていきました。そして藤井四段は5四歩からオーソドックスに居飛車で受けていきます。で、5二金、6七銀、5三銀と駒組みが進んでいきました。ここからは藤井システムらしい華々しい攻防が繰り広げられていきます。羽生三冠は居玉のまま駒組みを進めて攻勢を取り、そして藤井四段は一直線に駒組みを進めていくんですが、ここから27手目6五歩と羽生三冠が動いていきました。次に2五桂からの仕掛けを見せております。そして藤井四段は4三金右と4筋を厚くしていきました。で、ここですぐ仕掛けてもなかなかうまくいかないので、4七銀と先手が一旦構えていきます。そして7四歩で後手も7三桂からのカウンターを見せていくんですが、ここで2五桂馬と羽生三冠が居玉のまま藤井システムの仕掛けを決行していきました。そして4二角と引きまして、4五歩と角筋を通して攻めていきます。これ同歩と取ってしまうと7七の角で2二の王様が取られてしまいますので、どうやって受けるのかというところですね。で、実戦は藤井四段が単に2四歩と、堂々と桂馬を取りに行きました。この2四歩は非常に強い手ですね。次に桂馬を取っちゃおうということで、ゆっくりしていられない先手はここから6四歩と手筋の突き捨てを入れていきました。6四歩では平凡に4四歩と取り込む手も有力でしたが、この方がいいと判断したわけですね。で、藤井四段としてもノータイムで同歩と取るかなと思っていたんですが、なんとここから取らずに8六歩とギリギリの利かしを入れていきました。で、ここで6三歩成となる手もないわけではないんですが、先手は同歩と自然に応対していきます。で、後手も6四歩と収めていきました。この突き捨てが通ったことで将来8六飛車とさばく味ができております。そして先手はここから4四歩と取り込んでいきました。で、同銀に4五歩と角筋を生かして攻めていきます。5三銀と引いちゃうと2二の王様が取られちゃうので、銀を5五に行くか3三に行くかというところですね。で、ここで実はどちらの実戦例もありまして、5五銀と出る手は例えば5六歩と突かせて2五歩、5五歩、7三桂と、この銀を取らせている間に桂馬を活用して6五桂から襲いかかっていこうと、こういう筋があります。この実戦例もあるんですが、実戦は3三銀と穏便に引いていきました。そして同桂成、同角、4四銀と攻めていきます。華々しい藤井システムの攻防ですね。で、ここで5五桂と、打つような手もあるんですが、実戦は強く同金と取りました。そして同歩に6五桂馬と反撃を入れていきます。実はこのあたりソフトの評価値を見ると少し後手が指せる形勢となっておりました。結果的に先ほどついた、6四歩同歩の突き捨てが、6五桂で逆用されてしまった格好になっておりますので、若干、後手がやれるという判断ですね。で、実戦は6六角に8六飛車と、先ほどついた8筋の突き捨てが生きて飛車がさばけてきました。このあたりは後手ペースの進行となっております。で、先手も次に桂馬を取られると困るので8八歩と受けていきます。で、そこで5五銀と角を抑え込んで捕まえてしまいました。ただここから先手も4五金といやらしく絡みついていきます。角は取られてしまうんですが、後手のこの角頭が非常に弱いのと、また4三地点に拠点がありますので、この4五金で若干先手が苦しそうながらも十分攻めがつながりそうというところですね。で、後手は6六銀と取ります。同銀に3七角と王手香取りを入れていきました。で、4八金上がる1九角成と香車を取っていきます。で、そこで羽生三冠も3四金と攻めていきました。3三の角取りかつ次の4三歩成を見せた部分的には非常に厳しい攻めですね。で、後手も4二歩とがっちり押さえていきます。で、ここから6五銀とここに落ちていた桂馬を食いちぎって攻めを継続していきました。
一応のソフト評価値では、後手が若干やれるとは出ているんですが、まあ、ただ、同歩に3五桂と打った形が次の2三銀からの詰めろで、さらに4一銀や4三銀と打つ筋、そしてどこかで6五飛車と飛車を使っていくような筋、いろいろありまして、まあ、人間対人間の戦いにおいてはもうほとんど互角、むしろどっちかっていうと先手が攻めているのでちょっと勝ちやすいかなと、そういった形勢になっておりました。でここから1二銀と藤井四段は辛抱強く受けていきます。まあ、次の2三銀を受けた手ですね。そして先手は4三銀とこちらから攻めていきました。そしてここで本局の行く末を左右する大きな決断を藤井四段が迫られました。まあ、馬を5五に引くか6四に引くかというとこですね。で実戦は5五馬と中央に引いて、こう8八地点を睨みつつ攻めにも効かせる格好で使っていったんですが、この5五馬が結果的に疑問手となってしまいまして、羽生三冠が逆転に成功しました。ちなみにこの5五馬では6四馬と引く方が良かったようです。でこれならば後の、王手飛車取りの筋がなかったというところですね。まあ、具体的に5五馬でなぜまずいのかということを説明していきます。以下実戦は3二銀ならずと取りまして、同銀に4三金打ちと攻めていきます。これが素朴ながら厳しいですね。でここでもし3一銀と打った場合なんですが、3二金同銀4三歩成同歩3一銀というすごい攻めがありました。まあ、これがあるので6四に引いた方が良かったというとこですね。で仮に同玉なら3三金同馬に5三角と王手飛車取りがかかります。でこれはこれで難しい形勢なんですが、でわずかに先手がさせそうというところですね。まあ、5三角に4二馬で飛車取り受かるじゃないかって思われた方いらっしゃると思うんですが、もう一発同角成と馬の方を取って同玉に6四角と浴びせる手があります。で5三角ならそこで8六角と取りまして、まあ、同角の時に王様をおびき出したので8二飛車の王手角取りが決まるということですね。まあ、ということで藤井四段としてもちょっとこの王手飛車が嫌だということで、実戦は同歩と強く応じていったんですが、ここでさらに羽生三冠の方に形勢が傾いていく形になりました。まあ、結果的には王手飛車を甘んじて受け入れるしかなかったようです。ここから同歩成として、金と桂そしてと金、3枚の攻めが非常に分厚く切れない格好となりました。で実戦は3一銀と沈没していくんですが、そこで3二とと、角ではなく守備の銀を取るのが好手ですね。で同銀に4三銀と絡みついていきます。そして3一金3二銀ならず同金4三銀と食らいついていきました。まあ、一見すると千日手っぽく見えるかもしれないんですが、当然羽生三冠は優勢を意識して、リードを拡大する手順を狙っております。でここから3一銀に再び3二銀ならず同銀4三金打ちと絡んでいきました。で仮にここから3一銀と千日手模様で受けようとすると4二歩という軽妙な一着がありました。で仮に同角なら4四歩と垂らして、まあ、次の3二金から4三歩成が非常に受けづらくなるということですね。でまた同銀と取るのも同じように4四歩と垂らしまして、同角と取ると4二の銀が取られちゃいますし、ほっといても3二金から4三歩成でやられてしまうという格好になっておりました。でまた同馬から同金同角とするのも6四角が強烈な飛車と銀の両取りとなってしまいます。まあ、ということで羽生九段が一見千日手っぽく見えたかもしれないんですが、巧みに金銀を繰り返って、じわじわと優勢を拡大していきました。そしてここから後手は2三銀打ちと、まあ、3一銀ではちょっと潰れてしまうということで、2三銀と必死の防戦をしていくんですが、まあ、そこで3三金上がるとついに角を入手しました。で同桂に5六銀と柔らかく銀を使っていきます。この辺が羽生三冠の真骨頂ですね。自陣の銀をしっかりと活用してさらに優勢を拡大しました。そして6四馬と引かせて目障りな馬に4二角とアタックをかけていきます。馬が逃げると8六の飛車が取られてしまうので、
まあ、同馬と取るしかないんですが、同金と守備の要だった馬が消えてかなり攻めやすくなりました。で、次の3一角を受けて3一歩と辛抱していくんですが、そこで4四歩が落ち着いた一着ですね。まあ、このあたりの間合いの測り方、本当にさすがです。次に4三歩成もありますし、まあ、3二金から4三歩成もあって、ちょっともう先手の攻めが、受けきれない格好になりました。ということで後手は6六香車と攻め合いに転じていきます。さすがに飛車を取られるとまずいので1回6七歩と受けました。そして7六飛車と、まあ、この6六香6七歩で先手を歩切れに追い込んだので、7六飛車と飛車の侵入を狙いました。一歩あれば7七歩で受かるんですが、まあ、それを今6七地点で使ってしまったので、次の7九飛車成が非常に受けづらくなってしまったということですね。ただ羽生三冠は無視して4三歩成となっていきました。これが全てを見切った強い一着でした。まあ、仮に望み通り7九飛車成となってきた場合は6九飛車とぶつけちゃおうということですね。まあ、これで竜が逃げていたら攻めを継続されてしまいますし、同竜同玉で飛車を手に入れられると後手陣が持たないと、そういう格好になります。まあ、どうぞ飛車をなってくださいという4三歩成がほとんど決め手級の一着となりました。まあ、そして後手は8六角と指していきます。まあ、このあたりさすが藤井四段という感じで、まあ、次に、今度こそ7九飛車成となれば、6九飛車が8六の角の利きで効かないということですね。まあ、例えば一例として、先手が放っておくと7九飛車となった時に8六角の利きで6九飛車ができないということですね。まあ、ということでこの今度こそ7九飛車成を狙った8六角が非常に厳しい手に見えたんですが、ここから羽生三冠は3二ととあっさり銀を取りまして、同銀に7七銀と打っていきました。まあ、4二の金取りが残っているだけに非常に受けづらそう、打ちづらそうに見えた一着なんですが、これがまた素晴らしい受けの攻守でした。まあ、とにかく7九飛車成さえ許さなければ先手は安泰ということですね。で、実戦は同角成、同桂、同飛成と仕方なく生産に応じていったんですが、ただこの7七同飛成で次の7六桂などが非常に厳しいので、どうやって対応するのかなと思って見ていたんですが、羽生三冠はなんと5三角と、自陣に顧みず打っていきました。これもすごい手ですね。後手陣この瞬間詰めろになっていないので何か攻めに出る手がありそうなんですが、例えば7六桂と打っていった場合一回3二金と取る手があります。同歩は3一角打ちで詰むので同玉なんですが、そこで6九飛車と飛車をかわしておいて、後手玉は依然として4三銀などから危険な形、まあ、詰みはないんですが危険な形で、先手玉に詰めろを継続する手段は非常に難しいということで、これも先手が勝ち筋となっておりました。例えば7八金と打っても詰めろにならないので6四角打ちと打たれまして、で6九金には4九玉と飛車はボロッと取られちゃうんですが、かわして右辺が広いので勝ちということですね。羽生三冠が、まあ、こうした手順、飛車をボロッと取らせても、勝ちという水面下のすごい読みを持ったこの5三角だったと思います。こうね、さりげない角打ちなんですがかなり深い読みが詰まった読み切りの一着でした。で、藤井四段も、攻めても勝ち目がないということで2三銀左と敵士の銀を活用しつつ王様を広げて粘りに出ました。ただそこで8六角打ちが素晴らしい一着でした。まあ、攻めてはどこかで3二金同歩2一角成という筋を見せつつ、7七の竜に当てております。まあ、この2枚角が絶品でしたね。で、後手も仕方なく7九竜と王手をかけていったんですが、6九飛車のぶつけが成立して先手の羽生三冠が必勝形となりました。以下同竜同玉となって先手玉はさっぱりして、後手玉はもう風前の灯火ということですね。で、ここから7五銀となんとか角2枚を遮断して粘ろうとしていくんですが、3二金と取りまして同銀に角取りを放置した8二飛車が決め手級の一着となりました。以下8九飛車と王手をしていくんですが、合駒を使わず7八玉が攻守ですね。
で、これで飛車取りなので7九金と飛車に紐をつけるんですが、8七玉とかわして7六金に、9八玉で先手玉は詰まず、後手玉はほとんど受けなしという形になっております。で、この8七玉に対して8六銀という手もありそうなんですが、これは同角成と取りまして、まあ、仮に7五桂なら、まあ、同馬だと6九角から王手で馬を取りに行くような手があって危ないんですが、7六玉とかわして、これ以上王手が続かず、後手玉は2三銀からの詰めろで勝ちになります。また同角成に6九角もちょっと怖いんですが、強く7六玉と上に行きまして、7五金から馬は取られてしまうんですが、スルスル上に行きまして、これもやはり2三銀からの詰めろが継続されているので、先手玉捕まらず、後手玉は非常に受けづらい格好ということで、これも先手が勝ち筋となります。で、実戦はここから後手が、2一玉とちょっと不思議な手を指しました。まあ、2三銀からの詰めろを防ぎつつ、ワンチャンスを狙った一着ですね。2一玉にただ3一角成から鮮やかな詰みがありまして、同玉7五角同歩3二飛車成同玉4三銀で藤井四段投了、羽生三冠の見事な勝利となりました。以下、まあ、2一玉と逃げるしかないんですが、3二銀打と行きまして、1二玉に2三桂成までの詰みとなります。本当に羽生三冠が中盤で若干リードしてからは、まあ、5三角8六角打つと、まあ、完璧な内容で決めて勝利となりました。この将棋は双方の持ち時間10分、そして秒読み30秒という、まあ、超がつく早指し戦なんですが、羽生三冠の見切り本当に素晴らしかったですね。藤井四段も、随所に鋭い手を連発しておりまして、本当に際どい将棋だったんですが、羽生三冠が見事に勝ち切るという内容になっておりました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。